皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回はですね、2周年ガチャ、が、シガンシナの方では、まあ、100連、ガッツリ引いたんですけれども、今回はトロストの方ですね。トロストの方で、まあ、引いていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、こっちはね、とりあえず50連ぐらいに留めておこうかなと思ってます。まあ、そうっすね。チャリン入れてないんで、こっちは全く。うん、育成の、なんていうかな、赤石のための赤石もちょっと残しときたいので、まあまあ、とりあえず50で、行きたいなと思います。まあ、その中で、まあ、何かしら出てくれたら、そらええねんけど、もう、個人的には、もう、ええ一択やで。うん。こっち青のアタッカー的なやつが、兄かな、兄の青の兄しかちょっといてないんで、欲しいかな。まあ、公園くっついてきてくれたら嬉しいけど、まあ、アルミンっていうところで言うよりも、やっぱエレンかな。さあ、行くか。まあ、内容はシガシナの方で見たんで、もう行っちゃいましょう。さあ、2周年。おめでとうございます。さて、おお、初手マント外してきよる。もう初手から噛んでいくんやな。ああ、かまへんのか。いや、こっちはなんか欲しいぞ。はい。はい。はい。いや、かまんくてもなんか出てるからな、最近無理に出ない。おはようございます。はい。はい。じゃあ、あと。40発かな。40発ぐらいいっか。さあ、お願いします。マッチ側は50連の時点で、アルミン2の、エレン1やったんで、全然いける確率はあるぞと、思ってるんやけど、なんか今んとこ全然さっぱりやな。でもまだまだある。全然ある。はい。まあ、この10連はどうやら星4すら出なさそうだとこういうところで次の30連目に期待するしかないんですけど、はい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 、ちょっとなんか流れが悪いぞ。流れが悪い。一旦ここで仕切り直そう。いくぞ。うわぁ、流れ悪いままか。さあ、あ、違った。流れは完全に変わってた。さて、よし、いいよ。完全に流れを変えたよ、今のリセットというか。一回戻ったことにより変わったと。はい、ピックアップを引いてしまうと。ただそれは誰って話なんやけど、ここか。あー、ルイズ、いや、ちょ、ルイズちゃう。いいストーリーやね。まあまあ、全然あり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 。光栄自体はこっち少ないんでね。まあ、全然ありかな。まあ、あとは、ほんま、あと20連で、エレンを仕留めたら、勝ちやね。もう全然勝ちよ。その流れ、引き継いでいくか。あ、もう来てんな、これ。これはもう勝ち申した。勝ち申した。ありがとうございます。もうさっき言うとくぞ。かまんか。いや、今の噛んで欲しかったな。まあ、噛まずにピックアップの期待もちょっと持ちつつタップしていくか。あ、ここは来てんな。お、あるね。全然あるぞ。これ、2枚抜きあるぞ。アルミン、あるだす、まだね。まあ、あとは残すはエレンだけ。あー、どうやろ。次かな。違う、もう次かな。ここ。おー、ちょっと待って。ちょっと待って。なんか最近ガチャガチャの仕様変わってる？変わってるよね。ありがとうございます。2枚抜き。ただ、このヒストリアがエデンやったら嬉しかった。いや、ノリに乗ってるぞ。乗ってる乗ってる。もうこれはもういただくしかないって。エデン君、自分よ自分。そんな、なんか、遠慮せんでも。はい、来た。もう、アルミン。めっちゃ出るやん。どうした？ 2 枚抜きあるぞ。
全然あるぞ。ああ、うん。あ、そう。いや、なんか、めっちゃ流れええな。となると、今も50連目なんだけど、え、もう一回ほっとく？ 50 連目いったよね、今ね。いや、行くか。もう一回ぐらいほっときますわ。いや、非常に、おい。そういうことする？ああね。あ、なるほど、なるほど。うん。すいません。飛びついちゃいました。あの、流れがいいと思って、飛びついちゃいましたね。はい。いや、やったら、なんかあれやな。もう10年行きたい気すんな。いやー、どうしようかな。あ、でもまあ、チケットももらえるから、こんなところで、赤い石別に突っ込まんでもえっちゃえんかな。え、ちょっと待って。あー、そやんな。もう、結構厳しい量になってくるもんな。とりあえず、一旦、保留しとっか。まあ、チケットで、10連、まあ、引けるとして。まあ、それで引けへんかったら、もう一回赤石でちょっと引くかなって感じにしようか。まあ、アルミン2のヒストリアにいいか。なんか、うん、結構、がっつり出たんで、まあ、目当てのエレンが出てない状況なので、とはいえ、チケットがあると。こういうところやから、まあそんな感じでいくか。うん。はい。というところで、今回は、結局、なんぼ ?60 連か。うん。2周年ガチャ引いてきましたけども、アルミ2のヒストリアにと。まあまあ、勝ちでしょう。うん。ただ、本当の勝ちではないんで、エレンゲットできてないんで、まあもうちょっとね、頑張っていきたいなと思います。はい。というところで、皆さん、2周年ガチャ、どうだったですか？どうだったですか？出ました。まあ、でも性能的に、まあ、っていう思われる方も中にはもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、もうね、ビジュアル的に、まあ、作画的に、これはもう引かざるを得ないんで。はい。というところで、皆さんの2周年のガチャ、うん、結果も、もし、教えてくれたら嬉しいなと思います。はい。というところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後のご視聴、ありがとうございました。